今回も勉強を始める前に少し日本語の書き方についてご紹介します縦書きと横書き日本語の書き方の向きは2種類あります縦書きと横書きです中国から日本へ漢字が伝わった時は縦書きで 表記をしていましたが欧米の文化が入ってくるにつれて横書きをするようになりました現在ではこの二種類は文字を使う場所によって使い分けられています例えば縦書きは新聞、小説などの出版物や作文に主に使われ横書きは パソコンや携帯電話で文字を書く場合などに主に使われています看板や広告などはデザインなどによって両方とも使われています縦書きと横書き二通りの書き方があるのが日本語の特徴です日本語の新聞や雑誌、広告などを少し意識して見てみてください 送り仮名について日本語の単語は漢字と仮名を使って表記することがあります例えばひつは漢字とひらがなを組み合わせた単語です漢字の位の部分は必ず訓読みで読みますつ の部分が送り仮名です。漢字と送り仮名の組で。一つの単語になります。今回習う漢字も送り仮名が付きます。語彙表では送り仮名の部分は。括弧で示してあります。一つ。また音読みで。い。 とありますが、ここのハイフンは、後ろに他の漢字がきますよ、という意味です。今回習う数字を表す漢字では、いっこ、いっさいなどの助数詞の後ろに漢字がきます。送り仮名について、 授業の最後に少し練習してみましょう。